一刀の刻これも霊石を使った報い。もはや時は残されておらぬ。政宗様の天下のため黒羽巻を率いて最後の戦へ向かわん。 またどうぞ。
はあやかしまで戦に使うつもりか。関ヶ原の惨事知らぬわけではあるまいに。Yeah.
真の世には似合わぬ堅牢な山城。まだ気づいて日も浅いようじゃが、徳川の世の礎が盤石でない今こそ、殿が天下に歯を唱える好機よ。敵方の忍びが城内に入り込んでおります。お気をつけろ。明らかに戦に備えた城構えではないか。
も厳重なる軍備。政宗公は本気で天下を取られるおつもりか。忍び衆がおるとは聞いていたが、あやかしまでも。